クローズみたい松坂クラブ。引っ張らないで。ちょっと引っ張らないで。3番は快晴の子ですね。うまい。止まるか。6番アウトボール。ぶつからないよ。いやいやいや、すいません。座って本読もうか。座る？なんか立ちたいなって立ちたい。おー、これは欲しかった。10が通ると厄介ですね。10に先を越されてしまう。よく分かってる。つけちゃえばいいんだけどね。今の球につけてしまうのがおすすめだけど。いい感じですね。5なり7なり何でもなんか欲しいですね。
よくはここです。ない。長谷さんも来ますね。それはすごい。これはでかい。すごいね。めちゃめちゃうまいです、まあ、3をつければ確かにいいけど、これは上手だ。反則に気をつけてくださいね。どうぞ。無事アウトボール。アウトボール。うわあ。いいとこだ。押してますね、今のとこ。3分。まだ取れたものとはしてないですね。触んない、触んない。壊れちゃう、壊れちゃう。うまい。ぶつける感じか。振るのに邪魔にならないようなところがいいですよね。一気な。何なんだろう。ついに去った。うまい。これは押してますね。今のとこ相当。ここに7があるので、それを7を当てました。7球に1回する。あ、7を前というのか、通れるのか通れないのかというところだね。応援してる。応援してるの。ぶつからないで応援できるかな。あっちゃん、それぶつけちゃダメ、やめな、揺らさな。ぶつからずに応援してください。おいで。あっちゃん、ママと一緒にさ、ちょっとお出かけしない？あ、取れるよ。一緒で。取れるようになった。うん、よかったよかった。サンギュータ前に行きそうですね。サンギュータ前に。なんか、得点表示板の使い方が独特ですね。なんか。どこまで？今までの全国大会は、あのマグネットシールを隙間なくとか、1、2とどんどん足していく感じだったんですけど、スゴロクみたいに移動させてるというか。
数がないんだ。うん、どうなんでしょう。てかこれ結構危ないですね。危ない。はい、791がある状況で。これもう強盗していいでしょうね。これ通ったら相当ですよ。もうかなり押せるんじゃないですか。ちょっと一回8をかわさないといけないんですけど、結構打ったな。そういう指示なのか。まあ別にそれはそれで歓迎という考えるのかな。これが当たると当たらないとでも勝負がほとんど決まる気は。打ち込みにしといたらいいのかな。これで5だけですかね。はいはい、変わりましたね。さあスパークでちゃんと出してくださいよ。4だから最悪出なくてもいいけど、バッチリだ。6につけるかどうかですね。うまい。9をどこら辺に送るかな。3の遠目の裏か。には1点ですもんね。おっとそれは危ないかもしれんな。一回絶対打ってくるからね。ちょっともっとパチンと打った方が良かったですね。これができちゃえばね、気楽ですよね。3番第3ゲート通過。9、2点だよね。9、2点です。なんかあのボードは間違ってるけど9は2点だ。うまいうまい。修正されました。15分前。これは押してますね。4番。
6だけですね。6だけお願いします。はい、6番。どっち、あの上がりの、あのごめんなさい、1ゲートの左の方立てる。お待ちください。1ゲートの左、左、左、どうぞ。この2まで出したいですね。これ外してもラインまでいれば大丈夫だから。はい、バン。どうぞ。止めといて。お待ちください。今、もう。これ当たったら早いけどな。右と左。6は今出したので、はい、8受け。めちゃくちゃ危険じゃないですか、よく考えたら。8、さっき形ができてるんだ。うん、できてないんだっけ、なんか怪しいって言ってたの。なかったんかい。まずい。まあまずいといえばまずいけど、でも2がアウトだからで10のタッチもないと思うんで、37は生きると思うんですよね。で91は基本的には打ち入れるだけ、飛び越えるんじゃないかと思いました。迷ってますね、この白につけるかどうかということですね。サンゲートを選択です。うまい。自分が行くのか、そのサンゲートに行くのか。なんか危ないな。ああ、足が守ってくれました。ということは4の前を1回お留守にするってことだね。4は1コーナーですけど、まあ、それは別にするよね。うまい、ぴったりぴったり。これは素晴らしいですね、本当に。いたさんのか、あの赤は。あ、なるほどね。4番が今1コーナーにいます。ちょっと弱いかもしれない、これ。10分前。
うまいうまい、はい、全部いけんでしょ。怖がらなければ普通に5の追加タッチもできるからね。10は出して、あれもタッチだぞ、タッチね、これはタッチだよ。ありがとう。いや、出すでしょ、こんなん出さないともったいないですよ。2メーターぐらい離して組んじゃえば。あまり近いとさ、最後打たれた時になんか悔いが残る気はするけど、めちゃくちゃ押してるからなんかそんなバチバチに詰めないな。多分どっちか打ってるんですよね。ここで入っとるよ。どっちか打たないと多分もう無理だと思うんですよ。うん、いやこっちなら一周できる可能性あるから。8秒9秒気楽に気楽に、そうそうそう、立ち合わせだから、といっても相手いないけどね。よっしゃ、相手は下やった。まあでもこれはあるかなって思ったけどね、全然勝ってるから無理しなくていいんだけど。1秒お、うわ、いや、まあ大丈夫でしょう、球がの残ってるから。超でかい。ただこれ棒当たって左に流れたらややこしいですよね。ほんで通過してもう一発打ってくるかもしれない。まあ9で先に組んじゃえばいいんだけど、9で先に組むというか9-1でいいんだよね。はい、1の前に入りました。通過タッチか9が1を拾えば大丈夫。相手はもう全部これにつないできてますね。逆だな、まあ、でもいいのか。いや、スライドはしないでしょう。一応取ればいいんだから。通って一応ね、つけるんですよ、あの5を踏み台にね。7がちょっと逆でしたね。あれ打ってから通れるならいいけど、ちょっと微妙な気もするんだよね、角度。まあ普段なら絶対通るけど、あと何分ですかね、もう上がり狙ってる。あと5分30分。あ、そうなんですね。まあでもこれでミスって2で追加タッチ取られるとちょっとまだ分かんない感じではありますね。あ、うまい、いい感じに足に当たりましたよ、近寄って。うまいうまい、これ1取れただろう。5分前、いや、あれぐらいでいいんじゃないですか。吉村さん、順番も頑張ろうって。
間にも入る球あるから、この2個ですよね多分。これはちょっと微妙か。まあまあまあ当たるでしょう。ちょっとね狙いづらいですよこれ、ラインがあるから。頑張れよ。これは素晴らしい。このプレッシャーのかかる場面でよう当てましたよ。もう近い球から当てる。近い球から近いのから行け。近いのから、強かったな。でもよく当てましたね。素晴らしい。まだ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 。これで多分大丈夫です。いやー、ナイスプレー。 OK OK。 まあ4の一発ですね、これね。4が2点なんで、一周しても9点なんで、はい、届か、それだと届かないです。2個通して1周でも多分1点足りないんじゃないか。2個通して1周だと多分12対11かな、うん、8まで通さないといけない。これが逆転ルートなんだよ。8まで行ってしまえば。こんな8まで回る時間あるんですか。もう1分しか。1分か、あ、微妙ですね。1分なら確かに回るかもしれない。さあ池上さん頑張って点をたくさん取りましょう。1を3データ通して2個上がるって感じですかね。あ、2個で1個か。通過です。あと15秒、うん、池上さんで終わりだね。もう近くでもてか出さんでもいいし、ね、競技時間終了。
何でも何でも、もう全部当てて全部上がりましょう、ね。うまい。大きさ当たった。ケイケイ。全部あげろ全部あげろ。さすがに9はいかん。もうゲートかな。あるあるそうそう。姿立ちあるから。お。三番。やったー。上がり判定だ。チッって感じでしたね。うん、確かにかすった気がするね。ほい。8当てれば。そうそう。8当てたら通れるよ。引き紙無双だ。8当てて通って通って。いや、あれ打った方がいいですよ。あれ打ってライン寄った方がいい。さあ頑張れ頑張れ。今17点でしょ。あ、向こうから出てました。はいはい、ギリギリ結構向こうギリギリです。あ、向こうか。あ、そうなの。惜しい惜しい。素晴らしい素晴らしい。